沼津市政100周年記念エバラソロ君、エバラソロ君僕展食いせご白磁の世界展をただいまから開催いたします。アソロク異国展クイセコ白磁の世界展と、協賛として静岡県書道連盟東部支局の選抜役員の皆さんの、展覧会を開催するにあたり、一言ご挨拶をさせていただきます。静岡県教育委員長、池上重弘様はじめ来日の先生方にですね、は後ほど、紹介をさせていただきます。去年はエバラソロ君生誕180周年、没100周年の記念式典と、沼津市長、頼重知事様をはじめ、多くの方々のご協力によりまして、沼津北口駅広場にエバラソロ君王の銅像を建立することができました。今年度は沼津市は沼津市政100周年と、さまざまな行事を行っております。エバラソロ先生顕彰会も今年で創立60周年、設立60周年になります。この度エバラソロ王銅像台座を起用していただきました、京都在住のクイセコ白磁先生のご協力により、静岡県周知郡森町に、クイセコ先生が寄贈されました百数点の中から20作品を森町長の森町の町長太田康夫様のご恩情により、この沼津の地で展覧会を開くことができました。この上ない名誉であり、喜びであります。また太田康夫町長様には、公務多忙のところ本日ご臨席していただきました。町長様ありがとうございます。本当にありがとうございます。クイセコ白磁先生も、京都からですね、昨日おいでいただきました。先生ありがとうございます。クイセコ先生、白磁先生は現代の日本の書道界のトップとして、活躍されております。先生の作品をぜひこの機会に沼津の地で堪能していただきたいと思っております。また改めましてクイセコ白磁先生、太田康夫町長様、ありがとうございます。感謝申し上げます。私にまでお声をかけてください。こんなに光栄なことはございません。本当にありがとうございます。書は人なりと申しますが、正しくは書
今日はその人のごとしというのが正しいんだと思いますが、江原先生のお作こそその通りでございます。その感想というのは、誰が何という言葉をどう表現したか、この三本柱で、まあ、鑑賞戦の夏目なんですが、その誰がというところが偉大なる江原ソロ先生のでございます。何という言葉というところに、その先生の実生観なり書生観なり、日頃思ってらっしゃる言葉、大事に思ってらっしゃる言葉がそのまま書かれていらっしゃいます。ここが大変大事なところでありますが、それをどう表現したかというのが、まあ、書の鑑賞の、まあ、三本柱でございます。今私たちは戦国書が芸術ということで、表現効果をこの狙うあまり、だんだん読めない書が流行ってしまいます。見ていただいてもその通りでありますが、本来は何という言葉をどう表現したか、これがしっかりと確立されてないといい書とは言えなかったんですね。江原先生のご遺言を拝見しますと、全部これがちゃんと読めて、しかも大変この何でしょうか、謙虚な、ありのままの普段の姿の書をお書きになっていらっしゃる。これこそが本当の書だと私は思います。昨日静岡県教育委員会教育長池上重弘様、静岡県周知郡森町町長太田康夫様、書家久井瀬子白樹先生、お願いいたします。静岡県書道連盟副理事長小野光林様、江原家江原元有様、紹介設立60周年沼津市政100周年記念事業として、江原ソロク展、ソロク遺木展、書久井瀬子白樹の世界展、静岡県書道連盟東部支局選抜役員展のオープンです。皆様どうぞ大きな声で設立60周年と沼津市政100周年の2つの喜ばしい節目が重なりました。この展覧会を実現していただいた皆様に、茨城を代表して深くお礼を申し上げます。私の曽祖父にあたる江原ソロクは天保13年1842年に江戸で生まれました。ちょうど幕末から明治時代への転換期で、幕府の家来だった大勢の武士たちは江戸から現在の静岡県に移り住むことになりました。江原ソロクもその一人として明治元年に沼津に来ました。戊辰戦争で負けた幕府側に属していたにもかかわらず、ソロクは沼津の人々に温かく迎えられ、助けられ、この地を深く愛しました。
麻布学園の校長をしたり議員の仕事をする都合で東京に住むようになってからもお正月には必ず沼津の自宅に帰ってきて過ごしておりました。その愛する沼津が市政100周年を迎えますます発展しているのを目の当たりにできることは誠に喜ばしいことです。今回の展覧会では杭瀬湖先生の書がまとまって展示されその迫力のあり繊細な作品を拝見することができます。杭瀬湖先生は昨年5月に沼津駅北口に建立された祖禄の銅像に荏原祖禄王と記号をいただいたため私たち荏原家の者にとって先生の作品は非常に身近に感じられます。書道界の大家である杭瀬湖先生の作品を拝見できる機会を作っていただいたことに心から感謝申し上げます。最後になりましたが今回さまざまなご尽力をいただきました荏原祖禄先生顕彰会の会員の皆様、土屋会長様、明治市長の頼重様、書家の杭瀬湖先生に厚くお礼を申し上げます。本日はお忙しい中大勢の皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。ここにいらっしゃる皆様とご家族のご健康とご発展、さらには顕彰会と沼津市、そして静岡県のますますの繁栄を祈願し、私のお礼の言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。Thank you.